引き続きカオラクラグーナのホテルで開催されている無料のアクティビティ体験プログラムなんですけども、曜日ごとにね、プログラムが決まっていて、火曜日はどんなことをするんですか？火曜日はこちらナチュラルクラフティングと言いまして、葉っぱを、ホテルで育ってる葉っぱを使って、なんかタイのおもちゃみたいなものを作るんですけれども、私たち教えているのは、説明するとバラコイン。ああ、これですね。はい、それバラ。あ、これを葉っぱで作るんですそうね。ですね。へえ。作れます。で、こちらの葉っぱは結構匂いもあって好きなんで、作った後にお部屋とかにも飾ってもらってもいいので、結構お子様にも人気ですね。あ、なんかね、日本の折り紙じゃないんですけどね、そういう工作みたいで。このね、葉っぱ、私お部屋のバスルームに置いてあって、すごくね、甘くて柔らかい香りがして、タイではこれなんか、なんだろう、ナチュラルな、脱臭剤っていうか芳香剤っていうか。